どうもワッキーです、本日は、カレーうどん専門店でおなじみのこちらに来てます。千吉はね、知ってる人は知っている、カレーうどんの専門店です。クリーミーなスープがね特徴的な、カレーうどん、すごくね美味しいうどん屋さんなんですけど、でここは新宿店なんですけどね、ちょっと仕事の移動がてらカレーうどんね食べたいなと思って、立ち寄ってみました。久々に千吉のカレーうどん食べていきたいと思います。カレーうどんのお店なんで紙エプロンがあります。うどんがね、コシがあってツルツルで美味しいですね。うまい。このスープはね、見てわかる通りすんごいクリーミーで、かといってちゃんとスパイスとか香辛料しっかり効いてるんで、とまろやかでピリッとして美味しいです。温泉卵でまたさらにクリーミーですね。で、千吉のカレーうどんはこうやって麺があらかた食べ終わったんですけど、最初にご飯がついてるんですね。でこの余ったスープの中にご飯を入れて、で雑炊で最後食べるっていうのが千吉のうどんなんですね。カレーのスープがもうめちゃくちゃうまいんで、本当に締めには最高ですね。
いや今ねカレーうどん食べてきました。やっぱりね変わらぬカレーのうまさとね、もうすごいクリーミーでね、で最後はもうご飯でね雑炊で締めて食べてね、もう本当に満足のいく、カレーうどんです。まあ、都内にもね、数店舗ありますので、お近くにね立ち寄った際はぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。以上ワッキーでした。ワッキー TV をご覧いただきましてありがとうございます。この YouTube 以外にも、Twitter、Facebook やっていますので、そちらもぜひよろしくお願いします。あと動画の方を見ていただいて面白かった、自分もやってみたい、行ってみたいと思っていただければ、高評価ボタン、それと、コメント等もいただければ嬉しいです。それとまだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。